皆さん、こんにちは。ウェイユーが世間を見る絵をこそ。先日、中京が了解を開催しました。この期間は、誰もが敏感に感じる時の一つであり、人々は、お茶に招待されるか、外出をしないように管理されるか、ひいては、何度も北京へ陳情した経験のある人は、無料でどこかに招待されるかもしれません。要するに、 誰かが問題を起こすことを恐れているのです。中共は安定を維持するため、あらゆる手段で措置を強化するでしょうが、これはまさに自業自得になります。ここ数日、中国国内では政府庁舎での爆発、公安局での火災、車の衝突事故などが起きています。一方、海外では 中共の戦狼のリーダーである王毅がアメリカに4つの質問をする形で登場しました。アメリカはあえて何も言わないだろうと高をくくっていたところ、結局アメリカはもう無駄口を叩かず、史上最大かつ最も包括的な反共産主義中国法案を直接突きつけました。この法案の名前を聞けば、 その強さがわかると思います。ターゲットを正確に狙っています。これまでアメリカはいくつかの中国問題に対応するチームを結成してきましたが、今回のこの法案は直接的に共産主義中国を、つまり直接的に中共をターゲットにしているのです。大きなアメリカに対する4つの質問を検索すると、 中共のすべての公式メディアが伝載や報道をしていることがわかります。それらの報道によると3月7日、中共中央委員会政治局委員である王毅外相は中国外交政策と対外関係に関する問題について国内外の記者の質問に答えました。王毅外相は記者会見でアメリカが信じられないほどの新たな手口で 中国を抑圧し、一方的な制裁リストを拡大していくことを強く非難し、4つの質問を出したと述べました。この4つの質問とはどのようなものでしょうか。1、もしアメリカがいつも言うこととやることが違うのなら、大国の信用はどこにあるのか。2、もしアメリカが 中国という言葉を聞いて神経質で不安になるなら大国の自信はどこにあるのか三、アメリカが自国の繁栄だけを維持させ他国の適切な発展を許さないのなら国際正義はどこにあるのか四、もしアメリカがバリューチェーンのハイエンドを独占し中国を ローエンドにとどまらせることを主張するなら、公正な競争はどこにあるのか。X で王毅がこの4つの質問を出してから、今のところ誰も答えようとしない、といった人がいます。実は今日、偶然にも、マイルズ有志が X でうまく回答したのを見たので、後ほどご紹介します。この4つの質問に対して、 どう答えるべきだと思われますかコメント欄でご回答いただければと思います。私たちも戦浪の王妃に見せましょう。王妃は大国の信用、大国の自信、国際的な正義、公正な競争の4つについて言及しています。つまり、アメリカはこの4つのものを持っていないということを意味します。 私に言わせれば、アメリカは中共を過信しすぎています。中国の経済発展を助けた後、中共が自由と民主主義の良さを感じ、率先して変革を求めるようになるだろうと考えていました。しかし、中国がアメリカの助けによって、世界第2位の経済大国になった後、さらに貪欲になったのです。 全世界に手を伸ばし、世界に道を示そうとしています。もしアメリカが自国の繁栄だけを維持させ、他国がまともに発展することを許さないというのが本当なら、日本や台湾はなぜアメリカとうまくいっているのでしょうか。そういえば昨年末、中共の CCTV は台湾の408万人の低所得者の月収が 4万3000台湾ドル以下で台湾の貧富の格差は4.12倍であるということを報道しました。この報道は台湾を叩くためのものですが、このニュースを見た人たちには真意がうまく伝わったようです。換算してみると4万3000台湾ドルは9748人民元に相当することがわかりました。中国には 月収1000人民元以下の人が6億人もいるというのに、恥ずかしく思った中国人は台湾の低所得者になりたくて台湾に行きたくなるでしょう。日本はさらに言うまでもなく、第二次世界大戦以降アメリカの影響を強く受けており、人口1億人余りの国でありながら世界第3位の経済大国になったのです。日本の 科学研究能力、産業基盤、製造技術、及び人間開発指数はいずれも世界のトップクラスになっています。大きは、もしアメリカが他国の発展を許さないなら、国際正義はどこにあるのか、と質問したことは、恥知らずにならないのでしょうか。大きが、もしアメリカがバリューチェーンのハイエンドを独占し、 中国をローエンドに留まらせることを主張するなら、公正な競争はどこにあるのか、と質問したことは、王毅が公正な競争とカーブレーンによる追い越しという概念が矛盾していることを知っているのでしょうか。自国以外の国に公正な競争を認めさせながら、自分がカーブレーンによる追い越しをしようとするのであれば、それは、 ダブルスタンダードではないでしょうか。ご存知かもしれませんが、シリコンバレーでまた中国人窃盗犯が逮捕されました。2024年3月6日、Google ググから人工知能関連の企業秘密を盗んだ疑いで、テイ・リンイという38歳の中国人が逮捕されました。彼は4件の 企業秘密窃盗で起訴され、逮捕時はカリフォルニア州ニューアークに住んでいました。テ林医が中国のあるフォーラムでメガキャパシタープラットフォームを構築できる人は世界で10人もいないが自分がそのうちの1人だと自慢している動画がネット上に出回っているのを見ました。その動画を録画している人物はテ林医が自慢していると言っていました。私は その技術に詳しくないので自慢話をしているのかどうかはわかりませんが、とにかく今は刑務所で自慢するしかありません。報道によると、定林員は Google のネットワークから個人アカウントに秘密情報を転送した罪に問われており、その一方で中国に拠点を置く2社の AI テクノロジー企業で密かに働いていました。さらに定林員は その2社のうちの1社で技術責任者を務め、新しい AI 技術開発会社まで創立したとのことです。この事件は現在、連邦捜査局と商務省によって調査されており、有罪判決を受けた場合、各罪状に対して最高10年の禁固刑と25万アメリカドルの罰金刑が課されることになるのです。4つの罪状すべてで、 最高の有罪になれば、丁林医はアメリカの刑務所で40年を過ごすことになります。大きなアメリカへの4つの質問は面白すぎると思います。アメリカは中国のことを聞くと神経質になるのでしょうかもしそうだとしたら、アメリカに帰化もしていない中国人をどうしてこのような敏感なハイテク分野に進出させることができるのでしょうか アメリカは本当に過信しすぎるのです。中共が自分たちの技術を盗んだり、カーブレーンで追い越すようなことはしないと自信を持っているのです。やはりマイルズ有志は大きな質問によく回答しました。1、もしやアメリカがいつも言うこととやることが違うなら、大国の信用はどこにあるのか。アメリカのやり方が 国際基準であるのに対し、あなた方のやり方は自己流で自我自賛だからです。だから帰国の信頼性はとっくに失われており、国際社会では一りぼっちになり危険の場となり戦争と混乱のもととなっています。国内では誰もが海外に逃げようとし寝そべり族になっています。信頼とあなたの国とは 全く無関係です。2もしアメリカが中国という言葉を聞いて神経質で不安になるなら大国の自信はどこにあるのかアメリカや全世界、ひいては中国国民が中国という言葉を聞くと安らかな気持ちになるのですか中共という言葉を聞くだけで緊張し焦ってしまいます。なぜなら 宗教は自由の敵だからです。なぜ中共は自由と民主を象徴するアメリカという言葉を聞くと緊張するのかあなたの党の自信はどこにあるのでしょうか ?3. アメリカが自国の繁栄だけを維持させ他国の適切な発展を許さないなら国際正義はどこにあるのか 宗教の発展は不適切であり、国際正義に反するからです。4. もしアメリカがバリューチェーンのハイエンドを独占し、中国をローエンドにとどまらせることを主張するなら、公正な競争はどこにあるのか。宗教は国際的な公正競争メカニズムを利用し、公正競争の原則を破壊し、 世界の自由貿易体制を危うくしているため、アメリカが警戒しているだけでなく、世界の市場経済も積極的に中共の反市場的な行動と政策を阻止しようとしているのです。マイルズ・ユー氏は在米中国人学者、政治家であり、前国務長官のポンペオ氏の中国政策主席顧問でした。また、 アメリカ国務省の中国政策インナーサークルに任命された最初の中国人留学生でもあります。現在はハドソン研究所の中国センター主任であり、フーバー研究所の客員研究員でもあります。ポンペオ氏のようなアメリカのトップが中国と中共を区別できるのは、マイルズユー氏が中共のことをよく知っているからです。 従って、マイルズ有志という立場で大きな質問に答えるのは完璧なことでしょう。中国と中共という概念について言えば、過去にはこの二つの概念が混同されていました。アメリカ政府関係者にとっても、以前はこの二つの概念が混同されていたのですが、今ではその区別が明確になってきていると感じます。最近、アメリカ市場。 最も包括的で大規模とされる反共産主義中国法案が議会に提出されました。この法案の主な提出者である共和党の反会下院議員は中国はアメリカにとって最大の脅威であるだけでなく世界中で混乱を引き起こしそれによって利益を得ていると述べています。実際この法案は2月末に党派を超えて 数名の議員が共同提出したもので、中共に対するアメリカ議会で提出された過去最大の法案と考えられています。過去、アメリカ議会は常に中国について話してきましたが、今は CCP、つまり中共のことについて話しています。ハーン会議員は、現実から見れば中共が現代のどの敵国よりも、 アメリカの主権に脅威を与えており、アメリカは中共をその脅威対象として取り扱うべきだと示しています。ワシントン DC のハドソン研究所との対談でハーン下院議員は、中国はアメリカを経済的に破壊し、軍事的に支配しようと急速に動いていると述べました。反共産主義中国法案に言及された際、 ハーン下院議員は、本当に透明性を高める問題だと思う。我々は対等する国として、ヨーロッパと競争しているし、成長するにつれて、アジア太平洋地域とも競争している。私たちは、より良い製品を作り、国民を大切にし、人権を尊重したいと考えている。しかし中国は、その全てが正反対である。 典型的な例だ。この反共産主義中国法案は、また、ユーザーデータを無許可で中国に転送し、中国政府にサーバーへの優位的なアクセスを許しているソフトウェア開発者や団体に対する制裁を要求している。さらに、アメリカの高等教育機関が中国政府の支配下にある組織と提携した場合、連邦政府の資金を 受け取るることとが禁止されると述べていますつまり、この法案は、中共がアメリカのハイテク企業や大学に浸透していることに注目し、アメリカ側の国益を売り渡す団体に制裁を加えることで、その浸透を食い止めようとしているのです。ロイター通信によると、イラン系の風刺派武装勢力による攻撃が、 世界で最も重要な航路の一つである航海を麻痺させているとのことです。ハーン下院議員は、イランがこの混乱の中心にあり、中共がイランに資金を提供し、中国が世界中の混乱から利益を得ており、中国は事実上その経済力によって混乱を生み出していると主張しています。この法案が可決されれば、アメリカは 中国の政権を制裁の対象とすることになります。反下会議,議員は中共を中国から切り離す意識を持っていると思いますし、中国国民を中共から切り離せるのはマイルズ有志のおかげでもあると思います。中共は中国人で構成されていると思っている人がたくさんいますが、実は大きな違いがあります。 結局のところ、中国人は最も迫害されている集団なのです。本当に中国を変えたいのであれば、中国と中共を区別し、中国国民にその違いを認識させ、中共が内部から国民からの圧力をより強く受けられるようにすべきなのです。そういえば、中共の領海期間中、国民による反乱事件が、 多発しました。イタリア在住の中国作家である李英氏が X に投稿し、3月7日午前、高訴訟超過講師政府庁舎で爆発が起きたとのことです。現場の映像では爆発後、庁舎から煙が出ており、庁舎の入り口はガラスやドア枠が大きく破損し、地面にもガラス片や 破片が散乱しているほか、爆発で変形したガスボンベも確認できるということです。李英氏はまた、7日午前6時44分に撮影された写真をネット上で公開しました。写真には、円健康の署名入りの声明文が写っており、そこには、私は超過光市役所を爆破した。腐敗した役人の処罰をしたい。 工場と指定を返して、自主を待っている、と書かれています。2014年の公文書によると、超過工事政府爆破事件の犯人と主張した、円建講は、超過工和商 CNC 工具機械製造有限公司の法廷代表者です。中国企業情報紹介プラットフォームによると、2024年2月現在、 同社の法定代表者は、園林妃であり、2003年に設立され、登録資本金は231万5500人民元です。現時点、園林妃は、園健康本人かどうかはまだ確認できません。超加工市役所庁舎が爆破された後も、園健康史の具体的な情報は知らされていません。中共メディアは、 このような事件に対して、いつも封殺的なやり方をとり、絶対に報道しないのです。ウェイボーも完全にブロックされており、誰も議論していないので、ネット封鎖を乗り越えなければ、おそらくこのようなことが起こったことすら知らないでしょう。その後、南京にある19階建ての高訴訟公安局ビルも7日午後に火災に見舞われ、 最上階付近の数フロアから煙が立ち上り、南京市内でもその様子がはっきりと見えました。火事の写真を撮ってネットにアップした人もいましたが、すぐに削除されました。この二つの事件が政府の圧力による国民の反乱かどうかは定かではありませんが、おそらくそういうことでしょう。ようやく社会への復讐ではなく、問題の根源を理解し、 探してくれる人が現れたといったネットユーザーもいれば、先制的な政府の元には勇敢な男がいるや、ひざまずいて役人に助けを買うのではなく、ようやく前進したのだという人もいました。これらのネットユーザーの言っていることは間違いありません。実際、このような事件は多発していますが、そのほとんどは社会に復讐するために自暴自棄になり、 弱い立場の人を殺そうと追い込まれた人たちでした。問題の根源に迫るのは理解できる賢者なのです。中国国内は今や圧力鍋のようで、おそらく今後もこの種の暴力が増えていくでしょう。結局のところ、暴力は人々の望むところではありませんが、悪を排除し、自分自身も改革することができれば、 三悪はなくなくるででししょう。今日はここまでにしまにす。ご視聴い、ただきありがとうございます。ウェイユーが世間を見る。ままた次回、お会いしましょう。